このマップ8人もういなくてもいいけどね、このマップは。ここ8人なんだ。ここは別に6人、66で文句ねえんだけども。ああ、やべやべ、ちゃうこれ。はい、いくぞ。感度高い、無理。戦いへの覚悟はできているな。こちらが優勢だ。ああ、1週間ぶりくらいのベータでござるよ。ダブルキル。ああ奴らが優勢だ。頑張れ。ああ、設定頑張れ。ああ、優先ターゲットを、敵の位置をマークする。俺多分 COD キーボードでやったらめちゃくちゃ下手くそになると思うな。ああ。あ、トレーニングモードマジで欲しいで。下手だから。まあそうなんだけど。でもさ、なんとなくだけど PC 版の方が設定する項目は多分多いと思うんだよね。まあそんな感じは。あってもいいよね。あ、でもなんかやりやすいな。あ、そう。いいな。やっべえ、俺の周り4人も敵がいる。ふざけんな。あ、3人死んだ。PC で COD 初めてやるけど、いいわ。あの、ちょっとだけやったことあるかな、PC で COD。そうなの？あの、過去にね、俺、あの、モダンオフェアとか、プレステ3時代で出ていた COD のね、キャンペーンをさ、投稿したことがあるんだけど、うん、3映像結構ぼやけちゃうから、PC 版買ったんだよね。一回。なるほど。で、その時はもうめちゃくちゃ綺麗だったよね。まあ、綺麗めちゃくちゃ綺麗だ。まあ、だから、あの、PC でちょっとマルチもやったことあるんだけど。だけど、あの、ハッカーばっかりだったよ。ハッカーばっかり。もうあの七色サーバー満載だったもん。プレステでもたまにそのハッカー満載のサーバーがあったじゃない。まだ終わらん。まあ、プレステ3とかの時、まあ、あんまりないけどね。うん、確かにな。あの、あれが9回に8回ぐらいマッチする頻度でハックサーバーだった。やばいですね。まあでもね、花からあの時人口いないしね、大した PC 版。まあそれは人は集まらんのにハッカーであふれかえるし、いろいろとね終わってましたわ。マルチあんまり目的じゃなかったけど。いや、まあ、なんだっけ、ストーリー目的。はい。ストーリーってか、キャンペーンか。あ、てか、88でも案外、ちょうどいいな。あ、危ねえ。ね。見えねえ。あ、危ない。でも、グレネードの投げ方、未だに分かんないんだよな。あ、つうか、88だから、100ポイント選手になってんのかな、これ。あ、なるほどね。分かんないけど。あ、落ちてた。あーらら。あ、いや、75ポイント選手かもしれん。その雰囲気が高い。確かに。あ、あと1ポイントじゃん。え？あー、早すぎる。なんかマウスのサイドボタンで殴り始めるからめちゃくちゃ気持ち悪い。それは割り当てを除外してやんないと。こんばんは。はい、こんばんは。しゃがむが俺地域ものすごく嫌いだから変えたい。嘘、普段どこ？普段俺マウスのサイドボタンで。ああ、なるほどね。俺あのコントロールキーにしゃがむ押す人と仲良くなれないから、あの、まさかそっちなのかなと思って。届かんくないか、そこ。
俺これのコントロールキー入れ替えてキャプスロックキーのとこなんだよな、ね、変わってんな。いやーちょっと Windows キーの隣はちょっと誤爆する。指短家族だからコントロールにしゃがみなんでちょっと無理だわ。まあ、ね、あらこれコントロール操作しないな。壊れてる？あなたのデバイスは。え？いやコントロール何も割り当てね。あ、割り当てがないの。このシーコン対よりでかいマガジンいいですよね。うわあ、いいよね。おまけに強いからなおいいわ。ステンもマガジン長いけどあれ全然強くなかったし。え、こここそ88でいいじゃん。初見です。主産サボフかゴッドどっち買いますか？どっちも買うね。どっちもだよね、そりゃ。どっちも。延期したのはちょっと、あれだけど。ね。延期っつっても。ファンマガジンちょっと可愛い。延期っつってもね、まあ1ヶ月なら許せるけど。ちょっとダイイングライトの延期は不穏な延期だね。来年？来年の2月になったね。つうかあれもともと発売春、2020年の春でしたよ。あ、とかもう発売してるはずだったのか。それで言えば、そうですそうですそうです。だからなんかあの、スケジュール通りにいかないを繰り返すゲームはね、ちょっとサイバーパンクという危険なゲームが前科としてあるからちょっと不安になっちゃうな。うおーよし、いや強え DP。 慣れないなまだ。あれなんかストリーク出ちゃったな。よいしょー。その調子だ。位置情報はいい。ああ、しかし。まだ慣れない。慣れない。まあ、早くサイドボタンにしゃがむ終わりやすい。まあ、慣れれば、ワンチャン、コントローラーより、楽々キルが取れるもん。あるんじゃない。俺は、ゲームは違うけど、Apex Legends、キーボードの方が、たくさんキル取れるかなって思ったけど、俺は無理だった。無理だった。あのゲームパッドの方がそうだね、大体いいんじゃない。それはまあアシストの効きがちょっと強すぎるってよく言われてるけど、それは確かにそうかもしんない。ああ敵いたな。ああ後ろから湧いてないか。玉なし。何気にこの物資で玉出せんの、スカベンいらずだからありがて。てかスカベンっていうパークがそもそもなかったかもしんないけど。ああぶれる。やばい、引いとこ。いや確保変えたい。視野角の設定はあるよね、おそらく。さすがにあると思う。あ、俺もちょっとその設定増えたか確認してなかったな。あ、穴いったか。ここ絶対88でいいよ。人少ないよ。全然接敵しないもん。あれてか DP ワンマグこんな少なかったっけ？減ったのかな？47。あ、こんなもんだったかな。おお、びっくりした。ストリークどうやって使うんだこれ。3か。十字キー右。そんなものいいんだよ。そんなもの。いやいやいや、キーボードだって右下の方にあるじゃない、十字キーが。ゲーム中そこ押すのやばすぎるでしょ。
あ、足を出せ。足を出せ。フットスイッチ買わないと。FPS でやってる人はあまり見たことないけど、いろんなゲームをさ、なんか別のコントローラーに割り当てて遊ぶ職人がいるじゃない。おとぎのコントローラー。そう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 。あれ面白いよね。あれなんだっけ、ダンスダンスレボリューションのコントローラー。そう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 。あれ面白いよね。よくやるなマジ。敵にはカウンター偵察機がある。カウンターの性能ちょっと下げた方がいいと思うんだけどね。でしょ、本当に報告可能。偵察飛行を要請する。あんただけ。俺はあのウィークワンベータと同様に船方面嫌いだから、ずっとバンカー方面と言えばいいのか分かんないけど、こっちで牢城というかうろちょろするよ。絶対88でいいよこのマップ。本当に。なんでホテルを88で。今回のシリーズだとマップ見にくいね。そうなんだよね、マップの見にくさ過去一かもしんない。まあちょっと今マップ機能してないけど。なんかネームプレート全然見えんくなったね。あ、そう？うん。そんな気がする。なんかあれだとね、あの敵を撃ってるというかネームプレートめがけて撃ってる感がすごかったしね。あれ。おっとおっと。お。わからない。ちょっとリスポンは相変わらずわからんわこれ。さっき裏からやられてたんですけど、怖いからカウンター出しとこ。役に立てて。なにこれ。あい、いやー強すぎる DP。 弾薬をこれで補充しちゃうもんね。物資を取る。ないしょ。ほい。あらららららら。じゃあちょっとストリークを。仲間に44キルの人がいるんだが。やばすぎる。よいしょ。仕留めた。そんなキルできんよ。敵にはカウンター偵察機がある。負けるの今。まだあのウィーク2解禁直後で新参が多いせいか、うん、キルペースが非常にいいんじゃない。ね、いいとも簡単にやってみせたな。いい戦いだった。でも俺遅延すごいな。140万の。嘘。なんで優先だぜ。おい、あなたのお家電話回線。光回線なんだけどな。